1年生前期から実験を始め、実験を通して物事を受け身ではなく能動的に考えることができるようになりました。およそ80年の歴史を誇る工学部。工学部とは一体どんなところなのでしょうか。岐阜大学工学部はものづくりの分野において地域と世界の繁栄に貢献できる優秀な人材を育てることを目指しています。中でも一部の分野においてはさらなる専門性を追求できる研究センターと連携しているのが岐阜大学工学部の大きな特徴の一つです。ではここからはそれらのセンターを岐阜大学ロボコンサークルが誇る私ワーカー4がご案内しましょう。まずは地域連携スマート金型技術研究センター。日本の製造業のレベルを世界ナンバーワンに押し上げたものづくりの原点、金型技術を研究する施設。ここは石油に代わるエネルギーを開発する地方創生エネルギーシステム研究センター。この日は大規模な太陽光発電装置メガソーラーを上空からメンテナンスする研究中。そして GU コンポジット研究センター。スポーツ用品や釣り竿などに多く使われる金属よりも軽くて丈夫な CFRP など時代に先駆けた最先端の研究に取り組んでいます。さてここは岐阜大ロボコンサークルの部屋。私ワーカー4を手掛けてくれたメンバーの一人がこの学生さん。日本中の大学がその技術を競い合うロボットコンテストで上位入賞を果たした日本でも指折りの工学女子なのです。車関係の会社に入りたいと考えています。やっぱり車は人々の生活とすごい関わりのある機械なので、そういう人々の生活の役に立ちたい。そう考えるとやっぱり車関係の方向に進みたいと考えています。人にとって使いやすいもの、価値あるものを作る技術者に。岐阜大学工学部では世界に通用するプロフェッショナルを育成しています。岐阜大学では今特に英語力がついた学生を育っているので、国際の場に行っても英語が不自由なく話せて、まあ、かつ自分の言葉で自分の研究を皆さんにアピールできるような人材を育てればいいと思います。